はい、こんにちは。ライム TV のライムです。今回はテストドライブアンリミテッド2 TDU2 やっていきたいと思います。ということでね、久しぶりにこの懐かしのねドライブ系を、やっていくわけですけども、まあちょっと他のゲームとかとね結構車の動きとか違うんで、まあ慣れない部分もねあるんですけど、まあ頑張ってやっていきたいと思います。ということでね、今日は何をやっていくかというと、実は自分ね PC 版でこの TDU2 を買ってからずっとこのランチャーデルタばっかり乗ってるんで、てかこれしか車持ってないんですけど、さすがにねそろそろ他の車も欲しいなってことで、今日はですね、ついにディーラーをね、なんだっけ、日本車のディーラーを見つけたのでね、まあ、日本車買っていこうかなと思います。このゲーム、まあ、オープンワールドのドライブゲーなんですけど、そのディーラーがねなんかあって、ディーラーごとに売ってる車が違うんですよ。だからディーラー見つけないとね車が買えないっていうゲームなんで、さあ見えてきましたね、ここですね、日本車、アジアディーラーみたいな感じですかね、多分ですね、アジアンカーズって書いてありますね。はい、では入っていきたいと思います。おお、すごいかっこいい、ライトアップされてる。おー、いいですよ、このなんかいいよな、こういうのな、うん、車でこう駐車場にこう車止めて車買いに行くみたいな流れいいよな。さあ、ということでね、ディーラーですね。あ、もう早速 Z が見えてますね。おお、なんか日本の国旗となんかよくわかんないマークが混ざってる、よくわかんない感じになってますね。ということで、おお、いいね。今所持金が左上に書いてある16万50ドルですね。で、あ、 Z 結構安いんですね、これ3万1000ドル意外と安いんだな。へえ、意外と安いっすね Z。 こっちにあるのは、インプレッサですかね。上にさ、日産のロゴ書いてあるのにさ、置いてる車が日産じゃないんだよな。ビビるよな、これ。ちょっとその辺ビビるわな。インプレッサですね。あ、これもでも Z と同じか、値段。あ、ちょっとインプレッサの方が高いか。インプレッサいいっすね、でも。このゲーム結構、なんだろう、ダートのコースっていうか、まあ、オフロードが多いんで、こういうのもね、割と、ちょっと欲しさはあるんですけど、ちょっと他にもね見てみましょうかね。さあ、こっちにある Z がなんだろう、あ、これ DLC か、これ DLC っぽいですね。ちょっと自分に DLC 持ってないんで、あ、 DLC もダメできないよね、多分 DLC 多分ねダメだと思う。ダウンロードコンテンツ、う、多分ちょっと DLC はねダメそうなので、どうすんだろうか。で、ちょっとこっちのね、3号が気になるんですよ。この、あ、すごい、え、待って、この3号さ、あれだよね、めっちゃ古いやつだよね、多分。あれ？あ、そうだよね、え、待って、この前見ればわかる。あ、そうだよね、この感じ、ここの感じではそうだよね。あ、すごいなぁ。これ、あれですよね、2007年だから、2008年だっけ、3号出たら、7年だっけ。一番初期型じゃない？これ、この3号。すごいな、このゲーム。すごいな。古いな、この3号。後ろの形もだってほら、そうだよね、古い。すごいな。3号はいくらでしょうかね。72万か。あ、買え、あ、え、じゃあ、7万2000か。買えるのか、じゃあ。3号買えるな。買うか。3号じゃあ、買いましょう。3号。おい。あー、ちょっと待って。どうしよう。めっちゃ迷う。うん、いや他にもねディーラーいろいろあるでしょ。外車のディーラーとかもあるから、どうしよっかな。でも3号欲しいっすね。あ、なんかどうしよう。まあいいか、買うか。3号買うか。じゃあ、うえい、うわー、かっこいい。スタンダード、え、どういうことこれ。 OK でいいのかな。ペイントは選べるっぽいですね。おー、レッドいいね。ガンメタリック好きなんですよね、自分。かっこよくないこれ。ガンメタリック。でも3号って言ったらやっぱホワイトですよね。いや、俺自分の感覚だけど。内装か。内装もまあ、色はホワイトだから内装もホワイトでいいんじゃないかな。さ、じゃあ買いましょう。よいしょ。Here are the keys to your new car.あ、キーくれた。こういうとこリアルだよな。ザークルーとか車があってもなんかポンで終わりだからな。こういうとこやっぱすごいよな。ちなみにこのゲーム、ザークルーのその、なんか元になったゲームっていう風に言われてて、このゲーム作ってたチームの人たちが、開発者の人たちがザークルー作ってるらしいです。おお、メーター、あ、はい。ちょっとメーター暗いなって一瞬思ったんだけど、まあ、こんなもんだよね。あ、すごいな。
おお、すごい。でもちょっと視界がやっぱ狭いんですね。このゲームいいとこはね、ミラーが映るんだよね。うわー、いいなー。やったぜ、3号購入。うおい。で、そうそうそう、言い忘れたんですけど、このゲームのすごいんですけど、ほら、この画面にするとさ、この右下に出てるスピードメーター、これね、車によって変わるんですよ。さっき乗ってたランチャーデルタとなんかもちろんアナログ感じのメーターだったんですけど、これほらもうちょっとなんか現代っぽいメーターになってるじゃないですか。こういうとこなんか細かいですよね、芸が。ということでね、ちょっと走らせていきましょう。おお、いいね。エンジンかかった。進まない。あ、進んだ。進んだけど、わ、すごい。すごいぞ。戦車みたい。 戦車みたい。ちょっと表現がね、不自由なんで、あれなんですけど。あ、すごい。あ、なんかすごい、モーターみたいなのする。 いや、ちゃんとすごい。しっかりエンジンのとかするぞ。It's Miami. ちょ、電話めっちゃかかってくんな。電話めっちゃかかってくんの、ちょ、うるさいな。ちょっとね、速度出したいんで、どこがいいかな。速度出せる場所がいいんですけど、あんまないかな。あ、高速道路とか、この辺ですよね、多分。この辺速度出せるんじゃないか。ちょっと行ってみましょうか。じゃあ、ここに、行こうか。よいしょ。わー、やった。おー、かっこいい。 もうこの時点でほらかっこいいもん。古いな。 この3号の感じ古いよな。 でも初期型じゃなかったらちょっと申し訳ないんだけど、多分初期型じゃないの。結構これでも古いやつですよね、今のじゃないもんね。じゃあ早速ね、走らせていきたいと思います。これちょっとメーターがね、マイル表示なんで、だいたい100マイルが160キロぐらいですね。はい。ちょっと交通量が多いぞ。よいしょ。うわー、いい音。うー、速い。交通量多いな。あー、すまん。ちょっと待って、避けるの難しいんだよな、このゲーム。なんかむずいよね、このゲーム、避けんの。150マイル、200マイルぐらい出るんすかね。200マイルぐらい出てほしいな。200マイルでだいたいいくらだ ?320 キロとか、そんぐらいか。190、あと10マイル。うわ、早い。早い。ちょっと出ないか、そこまで出ないか。おっとっとっと、危ない。ああ、この先はもうあれかな、直線じゃないのかな。この先はもう直線じゃない感じか。おお、危ない危ない。危ない危ない。ああ、すまん。すごいな、でも3号。これ楽しいわ。なんかウィンカーとかも出るんですけど、ちょっと出し方がよくわかんないんだよね。なんかキーボードね、その配信とかで、ライブ配信でちょっとね、このキーで出せるよみたいなの教えてもらったんですけど、なんかちょっとキーのコンフィグが変わっちゃってるみたいで、うまくいかないんで、ちょっとね、またその辺も今度直していこうかなと思います。わー、お、いいな。ちょっと夜になるとね、車内が暗くなるっていうのは、まあ、このゲーム、まあ、古いんで、そういうライティングとかは、まあ、ちょっとね、古さがあるなって感じはするんですけど、まあでもね、まだまだね、なんだろう、まあ、結構自分はね、好きなゲームなんで、またね、ちょっと機会があったらまた今度ね、実況やっていきたいと思います。ということで、今回はこの辺で終わりです。あ、そうだ、まあ、ちょっとあれなんですけど、このゲーム、この動画見て、あ、欲しいなって思った人、多分いると思うんですよ。ただ、ちょっと買う前にね、まあ、一応注意しておくと、今、自分 PC 版やってるんですけど、PS4 とか、PS4 はないんだ、PS3 であんのかなと。PS3 のやつはちょっとわかんないんですけど、PC 版は Steam で買えるんですけど、Steam で買ってそのままインストールしても、なんか今サーバーがダメになっちゃってるみたいで、多分プレイできないと思うんですよ。だからなんかね、外部でなんかもうランチャーを入れてやんないといけないみたいなのがあるんで、まあ、ちょっとその辺は調べてみてほしいんですけど、まあ、ちょっとね、いろいろいじくんないとうまく動かないゲームなんで、その辺はね、注意してもらえればなと思います。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。以上、ライム TV のライブとしました。よければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。あ、ここちょっと直線だな。ちょっと速度出せそうだな。うー、速い。
早い。あ、そう、パトカーもいいんだよな、このゲーム。うふう、怖えわ。190、あ、200いくぞ。うわい、200マイル、320キロ。早いな。うおーおお、飛ぶな、車が飛ぶ。うう、200マイルは速いっすね。さすが GTR。 まあいいや、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。以上、ライブ TV のライブがお届けしました。よければチャンネル登録、さっきも言ったな。はい、じゃあ終わります。うわー、すごい。